をいただきましょう。浅田真央さんです。盛大な拍手をお迎えください。ではご挨拶よろしくお願いします。皆様こんにちは、浅田真央です。本日はお忙しい中、マオリンクプロジェクトメディア発表会にお越しいただきありがとうございます。私自身のスケートリンクを作るというのは長年の夢でした。これまでたくさんの方々のお力をお借りし、こうしてマオリンクプロジェクトが始まるということで、このような場を設けさせていただきました。本日はよろしくお願いいたします。今我々みんなで映像を見たわけですけれども、その中でもお話になっていました、この素敵な、そしてこれだけ壮大な計画をご自身で、やろうと思ったきっかけは何だったんでしょうか。はい、とても壮大な、プロジェクトということで、今日はとても気持ちが引き締まる思いと緊張している気持ちと、ワクワクした気持ちといろいろな思いがこう混ざっているんですが、私自身も選手として、そしてスケーターとして今活動していく中で、こんなスケートリンクがあったらいいなという思いは常にありました。そして私自身が選手の時に海外に行って、海外のコーチからいつか自分のリンクを作ったらいいよという言葉をいただき、それからいろいろ考えていく中で、自分が選手として置いた立場で、今スケーターとしてスケートの魅力を届けている立場として、次に何ができるのかなと思い、これは自分のスケートリンクを作ることだと思い、こういった夢の実現に向けて動き始めたところであります。また大きな大きなチャレンジへ向かっていくということなんですけれども、思いのこもったこの計画について今日はですね、真央さんご自身のプレゼンテーションという形で、お話をいただけるということで、早速お願いできますか。はい、このような場で、このような多くの皆さんの前でプレゼンテーションするのは初めてのことなんですが、皆さんにしっかりとお伝えできればいいなというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。それではまずは私自分自身のスケートリンクで、実現したいことについてお伝えします。まずは一つ目はスクールです。私は5歳からフィギュアスケートを始めて、フィギュアスケートとともに、成長し、ここまで来ることができました。このマオリンクでも、子どもから大人の方まで、スケートを体験してもらって、スケートを好きになってもらって、スケートを応援してもらいたいという気持ちがあります。なのでマオリンクでは、こちらのスクールという形を作って、たくさんの人に来ていただいてスケートを楽しんでもらいたいという思いです。2つ目がアカデミーです。こちらは、スクールで学んだ子どもたちが、いつか世界に飛び立っていけるような、活躍できるようなスケーターを育てていきたいという思いも私はありますので、そういった意味で、しっかりとした施設で整った環境で、スケーターに、育ってほしいという思いが込められています。そして3つ目はアイスショーです。今私自身はビヨンドのアイスショーとして全国を回っていますが、これからもフィギュアスケートエンターテインメントの魅力を伝えていくために、このマオリンクでもアイスショーという形で皆さんにフィギュアスケートを届けられたらいいなというふうに思っています。こちら3つがマオリンクで実現したいことです。それを叶えるためにこのような構想をしています。どうぞ。まずは、メインリンクとサブリンクです。マオリンクでは同じ建物の中にメインリンクとサブリンク、2つのリンクを作りたいと思っています。フィギュアスケーターはスケートリンクがなければ練習ができません。多くの方にスケートを楽しんでもらいたいです。そのために
メインリンク、サブリンクどちらも使って多くの皆さんが練習できる、楽しめるような場所、環境づくりを整えたいというふうに思いました。そしてトレーニングです。こちらは、選手にとって必要なものになってきます。私自身も選手の時にトレーニングというのは毎日行っていたんですが、技術を上げるためにも怪我をしないためにも体作りはとても必要になってくると思います。スケートリンクのマオリンクの2階の方にトレーニング施設も作りますので、スケーターだけではなくて一般の方にも充実したトレーニング施設で体を動かして健康になってもらいたいなというふうに思います。そしてスタジオです。こちらはフィギュアスケートは美しさと表現力が必要なスポーツになってきます。私自身も、バレエやジャズダンス、タップダンス、いろいろな習い事をしてきました。スケーターにとってトレーニング、バレエ、ジャズ、ダンスなどっていうのは必要なものとなってきますので、スケートリンクの中にトレーニングジム、スタジオなどを作って、もうマオリンクにいれば上達できるというような、施設を整えようと考えております。そしてレストランです。レストランは、私自身も選手の時トップになるとやはり朝から夜までずっとスケートリンクにいることがあります。なかなか自宅でご飯を食べる時間もなく、外食であったり、食事を買ってリンクの中、車の中で食べることが多かったです。スケーターのためにも、体に優しいものであったり、栄養面のサポートであったり、安心安全手作りの食事をいただけるようなレストランができればいいなというふうに思っています。そして私自身も食べることがとても大好きなので、自分自身こういうレストランがあったらいいなという思いもありますので、そちらの思いも一緒に、作っていけたらいいなというふうに思いますし、またフィギュアスケートのリンクはとても寒いので、温かい、スープなどそういったものも心をほっこりするような、ものも提供できればいいかなというふうに思っています。そしてギャラリーです。こちらも、私自身が、現役時代の時に着ていたコスチューム、実際に今アイスショーで着ている衣装など、そういったものは一つ一つ手作りで一体物として作られているので、今まで応援してくださった皆さんに実際に間近で見てもらって楽しんでもらいたいなという思いがあります。そして今までに獲得したメダルなども飾れたらいいのかなというふうに思っております。そしてショップです。こちらは、自分自身がこうデザインしたスケートウェアなどをこれからも作っていきたいなという思いがありますので、そちらの方も、ショップとして、みんなに来てもらえたら嬉しいなというふうに思っております。おまず交差点、こちらは、はい、どこでしょう。こちらは、マオリンクの正面の入り口になります。はい、全体的にはちょっとクラシカルな雰囲気がありますよね。この大きいアーチが特徴的ですね。そうですね、こちらもガラス張りになっているので、室内からでもこう外の景色が見えたり、リンクの中も明るい雰囲気になっています。この中からでも自然が見えるというのはこだわってるんですか。そうですね、やはりスケーターはずっとスケートリンクにいることが多いので、少しでも外の光を浴びて、気持ちも心もリフレッシュしてもらいたいという思いが込められています。あと建物も、はい、ちょっとデザインなんですけども、金と銀と銅のカラーを入れるようなデザインになっています。それは世界でメダルを金銀銅を取れるようなスケーターが育っていってほしいという思いも込められています。そして大きなテラスもありますので、レストランのお食事をテイクアウトして、外で食べたり、そして春には桜が満開になりますので、お花見スポットとしても楽しんでもらえるんじゃないかなというふうに思います。
こちらはこのスケートリンクのサイズが国際規格なので、大会やアイスショーなどを開催することもできます。そして観客席のお席も1000席ほど作る予定なので、実際にたくさんのお客さんがここのアイスリンクに来てもらえるんじゃないかなというふうに思います。これが通年1年間通してというのがポイントですよね。そうですね、メインリンクもサブリンクも1年間通年で利用していただけますので、特にこちらのメインリンクは全体的に黒が貴重なので、はい、もう本当に世界に活躍 していけるようなスケーターが集中して、スケートに取り組んでもらえるような環境になっています。出ました。私これさっき気になったんですよ。奥にパーって桜が見えてますよね。はい、そうなんです。こちらはサブリンクになりまして、これはサブリンクの方は、日本の中では一番大きいサブリンクになるであろうと、そういう大きさにしようということで今話が進んでいます。そしてリンクのサイドには大きなガラス張りの窓がありますので、はい、スケーターも一般の方も外を見ながら四季を感じながらスケートを楽しんでもらえるようなリンクになっていると思います。ここからの未来、例えば年を経てここにどんな姿の自分を描いてますか？私ですか？もう40になっても50になっても60になっても何かしらの形ではここにいると思いますので、もしかしたら普通に滑ってるかもしれません。スケーティングおばあちゃん真央さん、ここにねいるかもしれない、はい、それぐらいのものですよね。ずっと残っていくものですよね。そうですね、本当に長く長くたくさんの皆さんの笑顔あふれる場所、そしてスケーターにとっても、世界に活躍できるようなそういった力になれるような場所になれればいいなというふうに思っています。リンクの名称について質問をさせていただきます。このリンクに自分の名前がつくことは海外では、あるかもしれないんですが、今回のリンクに真央さんのお名前がつくと、それは国内初、日本人初になると思います。そのことについてはどうお考えですか？はい、自分のスケートリンクができる、そして自分の名前がスケートリンクになるというのはとても光栄なことです。自分自身もフィギュアスケートとともに成長してきたので、そういったフィギュアスケートへの恩返し、そして今まで応援してくださった皆さんへの恩返しをこれからもしていきたいと思っています。立川で活躍される方たちを立川人と呼んでいるんですけれども、これからは真央さんも立川人としてその中に入っていただくことができますか？もうそれはもう絶対に常に私はいると思いますので、はい、もう立川人になっても大丈夫でしょうか？よろしくお願いいたします。これは私にとって第二の人生の大きな大きなチャレンジとなると思います。私は5歳からフィギュアスケートを始めて、フィギュアスケートとともに、成長しここまで来ることができました。フィギュアスケートとともに歩むというのはこれからも変わらないと思います。今日は本当に気持ちが引き締まり、ワクワクした気持ちとさらなる大きな覚悟が生まれました。想像するだけでもとても楽しみなプロジェクトではあると思います。私自身も世界一のスケートリンクを目指してこれからも頑張っていきたいと思いますので、皆さん真央リンクのプロジェクトも応援よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。